はい、来ました。今回はお久しぶりですね。くら寿司、いや、お久しぶりというかくら寿司初めてですね。寿司が久しぶりですね。大食い王決定戦の予選、まあ敗退したわけですけど、その時に、食べたお寿司、その前にも、練習がてらに食べたので、今ね3回か4回目ぐらいかな。でも最近ここ数ヶ月、1、2ヶ月はやってなかったのかな、2、3ヶ月やってなかったのかな。こちら平塚市、遅れましたが見つけ店です。はい、何皿食べられるんでしょうか。やっていきたいと思います。隣焼肉キングというわけで、大体は測れるんで、表示していきたいと思います。では、いただきます。とりあえず12皿が限界、1回で頼めたのが今はね。はい、食べていきます。ブリ柔らかい、イカ、うん、イカはみずみずしいですね。エビ美味しいね。昔寿司めちゃめちゃ食ったんだよ。すごい寿司好きなんですよね。そういえば最近ずっと食ってなかったけど、普段はやっぱり糖質制限してるから寿司は食べれません。うん、何でしょうこれは。カレーか。これなんだっけ、塩だれですね。うまだれマグロ軍艦、結構量乗ってますね。うん、うん、今日一でうまい、うまだれマグロ軍艦。軍艦系ってすごい好きなんですよね。でも軍艦系って海苔が巻いてあって、海苔って入っていかなくなるっていう傾向を感じてます。うん、もうなんだか分かんない、これなんだろう。これもまあまあ美味しい。おー、これ美味しそう。塩だれ赤エビ握り、うん、うまい。2缶ずつ食べてくださいねみたいな塩がいいですね、これ。うなきも軍艦ですね。うなきも大好き。うなきもめっちゃ好きなんですよ。ちょっと、うん、やっぱうなきも美味しいけど、まあ激うまっていう感じのうなきもではない。でも美味しい。うなきも好き。よいよいよ、うん、おー、青森県産ネギ塩ホタテ。おう、これ美味しい。ネギ塩味が美味しい。
大葉縁側カレーです。天然サバたたき軍艦ですって。逆にこの軍艦はなんだ、重さは軽めですね。他のやつは 70g ですけど、これ 55g ですから。大盛り貝柱握り、うん、何より美味しい。今サバたたき軍艦が切らしてて本当にすいませんって言われたんですけど、俺さっきサバたたき軍艦食べてたよね、あれ何炙りチーズサーモン、あれうまそう。サーモン好き、チーズ好き。手巻き海鮮ウニ1貫、天然ぶり桜スモーク。手巻き海鮮ウニ1貫だ、はい、こちらが天然ぶり桜スモーク。はい、サーモンマヨがめっちゃうまい、今日一。このサーモン何より高いと思ったけど柔らかいや、おいしい。海鮮すごくないですか、落ちない。うん、ちゃんじゃ握り、すごい久しぶり。ちゃんじゃって大吉商店っていう大和にちゃんじゃが美味しいねお店があるんですけど、そこでよく食べたやつ。こちらは 60g ありますよ、ね、うん、キャンディーたっぷり辛っ。うん、なんか見た目で少なそうですよね。 40g でした。こちらはがうまい。イベリコ豚の大トロだって。うわ、おいしそう。油の方が多い。60% ぐらい油でしょこれ。おう。うん。油です。甘い。うまだれ牛カルビか。うん。あ、これもうまい。うん。タラマエ軍艦。
うん、一回ちょっと甘いの挟みます。お、いいね。うん、お、うまい。ミルキーミルクレープって言うんだけど、フォークがないんだけど、フォークが。うん、お、おいしい。おいしい。エビマヨ軍艦、これ醤油かけんのかな、かけるか、ちょっとかけて食うぐらいにしようかな。うん、うまいよ、あとおいしいな。ツナマヨ軍艦と納豆トロル軍艦、両方とも、60g ずつありましたね。だから 30g ずつか、一皿でね。いや、一皿で 60g ってことか。うん、こちら海鮮軍艦特盛り、一皿 75g、 すごい。これは特盛りだけあって多いですね。一番今日今日一で多いね、一皿が。うん、炙りエビチーズ、炙りエビチーズか。クラブとのコラボのミルキーシュー、これ最後にします。アイスです。うん、甘い。うまい。うん、はい、というわけで、クラブさんにお邪魔して食べさせてもらいました。これが、限界ですね。60皿、デザート入れての60皿だったんで、記憶更新にはなってないかな、寿司では言うと。でもなんか一缶一缶でグラムが違うから、それは何とも言えないですけど、はい、クラブさん大満足でした。